2016年フランス杯は2016年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2016-2017ISU グランプリシリーズの第4戦である。2016年フランス杯は2016から2017年シーズンに開催されたフランス杯。2016年11月11日から13日にかけて シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がパリのアコーホテルズアリーナで行われた。今大会開催国の統括団体であるフランス表情競技連盟に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングル9月15日、アディアンピト・キーエフが腰の怪我のために出場を辞退した。9月23日、ヨリック・ヘンドリックスが 追加招待された。10月24日、ロマン・ポンサールが出場を辞退した。10月27日、山本壮太が右足くるぶしの疲労骨折のために出場を辞退した。11月1日、ブレンダン・ケリーが追加招待された。女子シングル10月12日、タイラー・ピアースが腰の捻挫により出場を辞退した。10月17日、アナスタシア・ガルスチャンが 追加招待された。ペア10月24日、カミー・ユメンドザ、パベル・コバレフ組が出場を辞退した。11月7日、ローラ・エスブラ、アンドレ・ノボセロフ組が出場を辞退した。アイスダンス7月11日、フェデリカ・テスタ、ルカーシュ・チェーレー組が解散したために出場を辞退し、コートニー・マンスール、ミハル・チェシカ組が追加招待された。九月一日、ペニー・クームズ、 ニコラス・バックランドが出場を辞退した。9月12日、ビクトリア・カワリオは、ユーリ・ビエラ・エフ組が追加招待された。各競技の上位成績者には、2016、2017、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、 賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされていたが、エキシビションが中止となったため、対象外となった。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。